テレビくんのラジオ。こんばんは、寝そべり族のカリスマテレビくんです。よっらっしゃい。本日は中学校ヒップホップ禁止時代遅れというテーマで話していきたいと思います。2024年6月12日のヤフーニュースによると、東京都千代田区立麹町中学校のダンス部の部活動で学校側による事実上のヒップホップ禁止令が出され、生徒や保護者たちが区の教育委員会に抗議文書を提出し、騒ぎになっていました。で、令和のこの時代に学校側が趣味とか娯楽で思考的な部分を禁止するって、なんか本当何やってんだって感じですよね。で、X JAPANのYOSHIKIもこの件についてかわいそうと投稿していました。で、この件について思うことがあったので、今日はこれについて話していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成まで日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。ヒップホップ禁止、田舎の学校の出来事かと思ったら、バリバリの都会、東京都千代田区っていうのがまず驚きでしたね。で、自分小学校の5年生まで東京に住んでて、でそこから親の転勤で愛知に引っ越してきたんだけど、東京の学校はもう自由な校風で、授業も楽しかったし、あと毎週水曜日は授業が昼までで終わって、でもう1時とか2時にはもう帰れて、で毎日友達と遊んで楽しかったんだけど、で愛知の小学校に転校してきたらもう校舎が古いし、であともう水曜日に7時間授業とか行って、で帰りがもう4時とか。もう4時過ぎでもうめちゃめちゃ長いなって感じで、あとさらに夏休みには出校日って言って、学校に来させる日がもう2日ぐらいあって、めちゃめちゃうんざりしてたんですよ。でそれに比べて東京はもう40日間丸々休みで、来たい人はプール開放日に来ていいよみたいな、そういうもう緩い空気感だったんですよ。でだからもう愛知の学校生活はもうめちゃめちゃ毎日がっかりしてましたね。でとにかく教師がその生徒を押し込めようとするもう閉鎖的な空気を感じて、でもう愛知県の小中学校の生活は本当に毎日鬱でしたね。でだからその東京の自由な校風にすごい憧れがあったんですよ。今回の記事のダンス部、すごい自由で楽しそうでいいじゃないですか。ダンス今流行ってるし、もう好きな子、やりたい子もたくさんいると思います。で、学校の中で自分の得意な分野を披露する場所があるって、学校に行くモチベーションにもなりますよね。で自分も中学校とか高校の時に軽音楽部があって、でギターが学校に弾ける環境があったら、もう今弱者男性で非正規無職みたいな、そういう状況ではなかったかもしれないかなってちょっと思いました。で麹町のダンス部は5月の体育祭と10月の文化祭の時にヒップホップのダンスを披露していたそうです。で練習にはヒップホップダンスの専門のコーチをつけてやっていたっていうことで、めちゃめちゃいいじゃないですか。好きなことで部活の仲間と頑張りながら目標に向かうみたいな王道な青春ですよね。でその文化祭と体育祭の発表の場を学校が取りやめたっていうことで、ヒップホップ禁止騒動にまで発展したっていう流れなんですけど、で禁止にした学校の理由としては、ダンス部は運動部なので公式の体育連盟が開催する大会を目指すべきだと思って、創作ダンス部に変更して、でヒップホップは部活じゃなくてもう外でやってくれればいいよねっていうことで、生徒と保護者の訴えは退けて、で方針を変えませんっていう意向を示しました。でヒップホップ主体でやってた活動内容を創作ダンスに変更するっていうことを学校側が決定して、でコーチもヒップホップの専門から創作ダンスの専門に変わったそうです。もう学校でヒップホップダンスをやるっていうことに意味があったんじゃないですかね。みんなでワイワイ自主的に楽しくもうやってたところをもう急にやめさせられて、もうこれやりなさいみたいな感じで興味ないもう大会とかもそういうのをもう押し付けられるって、もうめちゃくちゃ萎えると思うんですよ。大人が子どもの自主性を否定して、ね、行動を制限とかもう強制させると、もう無力感に苛まれてもう何もできないし、否定されるんだったらもう何もやりたくないってことで、もう人によってはもう何もしないことを選択して、で無気力な人間になってしまうっていう可能性だってありますよね。で自分がもう本当にこれでもう親とか学校に否定されまくりで、もうやる気をなくしてもう何もできないみたいな感じでもう落ち込んでたんですけど、もうそういうしょぼくれた姿を見たもうクラスメートにもうバカにされて、でさらに居場所がなくなるっていうもう無限地獄だったんですよ。でもう中学校の頃はもうそういうもう鬱屈とした気持ちでいっぱいだったから、もう家にこもるしかないっていうことで、もうそういうところで90年代のビジュアル系を好きになって、で X JAPAN のYOSHIKIとかHIDEとかのインタビューを読んでたりしたんですけど、でHIDEが学生時代の頃は校則でエレキギター禁止とかロック禁止だったそうです。で理由は不良の音楽だからっていうことで、もう笑っちゃいますよね。でヒップホップがもう今流行ってるし、もう大麻とかギャングとかそういうのが絡んでくるジャンルだから、ニュースで見た時になんかそういうノリで禁止になったのかなって思ったんだけど、まあ、今回そういうことじゃないみたいで。まあでもなんかそういうそのいかつい系のヒップホップとそのダンスのヒップホップって違うんですよね。でダンスはもうあんまりよくわかんないんだけど、もうステップとかリズムの話でそのヒップホップっていうジャンルを分けているみたいなんですよ。でこの中学校の部活ももういかついヒップホップでもうオラつきたかったわけじゃなかったと思うんですね。で一昔前のロックは不良の音楽だから禁止っていう校則と、今回の大会に出てほしいから、まあ、ヒップホップやめてねみたいな禁止だよっていうなんか理由は違うと思うんだけど、で今この少子化の現代で生徒の自主性を奪ってどうするんって思いました。で実際に部活の方針にやる気をなくして退部した生徒もいるそうです。でマジでなんかそういうその学校の改悪ってもう本当にモチベだだ下がりですよね。でそうなってもやる気なくすかもしれないけど、YOSHIKIみたいに誰に邪魔されてももう自分の信念を曲げないで貫き通すマインドを持ってほしいなと思った動画でした。皆さんは禁止されてムカついたことはありますか？よかったらコメントで教えてください。最後に X もやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるので、ぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方は、ぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。楽しかったって思えればいい。